パンを乗せてみましょう。うん、こんにちは、劇団スカッシュでーす。さあ今日はですね、今日はちょっと話題になってる記事を見つけたので、そちらをまず紹介させてください。今日は早口でいきます。バーガーキングさんが炭水化物、炭水化物バーガーなるものをニュージーランドの方で発売されたということで、ちょっとした話題になってるそうです。だ、どういうことかというとですね、バンズとフライドポテトだけのバーガーを日本円で約140円、ただこれニュージーランドのバーキンだけなので、どこにもない今は。ということで今日はそれをマクドナルドさんのハンバーガーとフライドポテトで再現していこうというふうに思ってるんですけど、このね記事がね、これはどうかなと思ってるんですが、おそらくですよ、ニュージーランドの店舗の調理場で責任者が偶然バンズの上にフライドポテトを落としたのがきっかけに考案された。そんなことある？と思ってるわけですよ。この商品名がチップバティという商品名らしいんですけど、チップバティってね、すでにあるのよ。英国やアイルランドで以前から親しまれてきたチップバティという名のサンドイッチがあるそうなんです。バーガーじゃないけど、パンにポテト、フライドポテトを挟んだもの。すでにあるのよ。そこからでしょ？と思ってるのよ。そこから発想を得て、これをバーガーにしたんじゃないの？と思ってるけど、あくまでバーガーキングの人は違うんですと。調理場で責任者が偶然バンズの上にフライドポテトを落としたのをきっかけで、まずニュートンみたいにさ、そのリンゴが落ちて、その、あ、万有引力だ、みたいなことと一緒で、偶然だというふうに言ってるんですけど、まあそんなことはないんじゃないか、ということと、賛否両論だっていう記事になってるんですけど、ピの方が多いんじゃないかと思ってるわけ。なぜかというと、まずね、そのチップバッティというものが、英国やアイルランドで以前から親しまれてきた。ご存知のように、英国の飯はあんまり美味しくないというね、私の偏見があるので、どうなの？バンズにフライドポテト挟んだからといって、そんな美味しくないんじゃないかなというふうに今は思ってますが、早速、バーキンさんじゃないですけど、マックの商品の方でこちらを再現して食べていこうというふうに今日は思っています。やっていきましょう！まずは、普通のマクドナルドのハンバーガー。薄っぺれーな。こちらパティが挟まってあるので抜こうと思います。フライドポテトだけだって言ってるので、ピクルスも抜いちゃいましょう。まあ、この辺のソースはね、まず仕方ないとして、バーガーキングさんではバンズの間にマヨネーズとケチャップ付きのフライドポテトを挟んだバーガーということになってますので、まずはケチャップ、割とたっぷりめでいきましょうね。こういう感じと、ここにフライドポテトで、これをさ、だから偶然落としたって言ってるじゃん。それをちょっと再現部位を一応取っとこうね。さあ、ということで、ヤグラみたいに組んでいこうと思います。でーねってんでーねってんでーねってんでーねって。めぐみ TV の早送りのテーマ。美味しい。よーし、ここにマヨネーズ！ラン、ランラララン、ランラン。ラン、ランラララン。ランラン、ランラララン、ランランラン、ラン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 ラーン。はい、ラスト、パンを乗せてみましょう。うん、こういう感じですね。さあ、ということでこちらでチップバティの完成でございます。持ちづらいね。せっかくだからこれに入れましょうか。こういう感じでいただきます。炭水化物、炭水化物。うまーい！うまーい！これはうまーい！すごい！いや、多分ね、うまーい！だ、まあ今日はね、バーガーキングさんの味を再現しましたけど、まあ十分美味しいです。うん。あとはもう言うことはないです。こんにちは！劇団スカッシュでーす！動画の途中ですが、こちら、劇団スカッシュからオーディション情報のお知らせでございます。劇団スカッシュはですね、今メインチャンネルご覧になった方は分かると思うんですけども、はい、劇団スカッシュドラマを撮るというドキュメンタリーをこちら配信しておりまして、ゆくゆくはですね、実際にドラマを撮る予定でございます。今現状ドラマのタイトルがおそらくドキュメンタリー上は正義マンカッコ仮という風になってると思いますけど、そのタイトルはおそらく変わるような形になるかと
思います。そうですね、変わり続けてます、はい、詳しくはですねドキュメンタリーの方を見ていただければまあある程度は分かっていただけるかなと思いますけども、その撮るドラマ、そのですね女性キャストのオーディションを開催するということで、こちらもドキュメンタリーの内容にもなってくるわけですけども、実際ですね YouTube の見ているこの一般の方、演劇やってる方とか女優さんとかそういう役者をやってる方向けに募集をかけたいと思います。劇団スカッシュのドラマに出たいなと思っている方がいらっしゃったらぜひ応募してほしいなというふうに思ってるんですけど、詳しいことはですね動画の詳細欄の方に記載しておりますので、そちらをぜひじっくり読んで応募していただきたいなと思います。一応ざっくり言いますと4月5月に撮影が行われて、それに対するオーディションがあると。オーディションの日付とかも詳細欄の、 あの募集要項の中に書いてあるのでそちらを見ていただきたいんですけども、こちらは3月11日までに申し込みしていただいて、いろいろ書類選考とかあの実際のオーディションとかいうふうなことを経てドラマの方に参加していただくかどうかっていう判断になるというような内容になりますんで、ぜひ興味ある方はですね要項の方よくお読みの上応募していただければなというふうに思います。さあということで、はい、今回はですね女性キャストオーディションということになるんですけども、うん、どういう役があったりとか、そのどういうドラマにしたいなっていう部分、達也さんの方から。そうですね、ちょっとねそこそこキャストが多いイメージで、はい、若い子から、まあ、結構上の人までとりあえずは知り合いたいなっていうところからなんですよ。というのもね最近結構思ってるんだけど、これは本当に、うん、そのやっぱ演劇界との関わりがまずなさすぎるのよね。確かにね。で、ね、まあもちろん俺たちも演劇を見に行かなくなってしまったっていうのもあるんだけど、演劇側の人たちももうちょっとなんかその外に出る気持ちを持ってほしいみたいなところもあるわけ。そのなんていうの、もちろん俺たちも悪いんだけど YouTube っていうのがあるよ。うん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 。でテレビとか映画じゃないドラマをやってる人たちもいるんだよっていう気持ちがすごくあって、うん、確かに。でそこにね出ることって別に意味ないことないよって思ってるのすごく、うんうんうん、でそれが例えばさカメちゃんとかさ、はいはいはい、お芝居を一緒にやってる仲間が出てくれて、うんうん、でその芝居を見に行ってくれてるスカッシュのファンっていうのもたくさんいます、ね、たくさんいるのよ。スカッシュのファンっていう人たちが演劇を見に行ってくれるようになってるっていうのもめちゃめちゃ嬉しいし、うん、そうこっちも嬉しい、ね、なんかそういうつながりが演劇界と YouTube 界でできてきたら嬉しいことでもあるし、うん、でさらに演劇界だけじゃなくてね、うん、試してみたいなっていう女優の方はかなり重要視しようと思ってるのは怒れることと泣けること、この2つはかなり重要視したいなと思ってるから結構難しいんだけど、うん、本当に普通にドラマに出てもらうためにオーディションをするから、はい、セリフ読めるとか演技できることよりも1個上のことをちょっと求めることになる。なるほど、そこはもう当たり前で、そのさらに上のことができるかどうか。そうなんだよな、だからもうかなりハードル高い、全然集まらないかもなとも思うんだけど、はい、でも怒れるし泣けるよっていう女性はぜひ応募してみてほしい。この作品じゃなかに出れなかったとしても今後関われる可能性全然あると思うし、まあ、確かにそうですよね。今回の作品も結構キャストは必要だから、うん、そうで、まあ、まさに今台本書いてんだけど、はい、本当はね男性とかももしかしたら必要になってくる、うん、うちらがどんどん年齢が上がってきちゃってるから、はい、その辺の知り合いしかいなくなってきちゃってるよね。そう、同年代が多いからね、どうしてもね。で若い子の知り合いとかも本当欲しいから、うん、本当は男性キャストのオーディションもしたかったんだけど、はい、ちょっとねもう手が回ってない正直な話。そうなんですよ、だから今陽光についてこっちも詳しく言いたいんだけど、多分ね私が今言ったことと詳細欄の内容がもしかしたらずれてる可能性もあるので、皆さんはぜひその詳細欄の方をじっくり読んでほしいなと思います。はい、今タイトルはもうずっと仮なんだけど、はい、かなり見られる予定で作ってるから、はい、ぜひねチャレンジしてみたいという方がいいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで詳しくは詳細欄のオーディション募集要項をじっくりお読みの上ぜひ応募していただければなというふうに思います。さあということでこちら劇団スカッシュからのオーディション情報でございました。ちょっと大丈夫、ちょ真面目すぎる感じになったな、うん、でもなんかみんな不安なんだから、そうふざけすぎてもさ、ふざけすぎてもそう、スタジオさん今日そうメガネ出したいやなんかね目の調子がなんかあんまり良くなくて、あ、まあ台本書いてる時はそうです、大体目がさあ
ということで、今日はですね、こちらのバーガー、いいですか皆さん、何度も言いますけど、こちらニュージーランドのバーガーキングさんで取り扱ってる商品で、日本ではまだ取り扱ってないんですけど、まあ、そのうちもしメニューになることがあったら、ぜひ食べてみてほしいなっていうのと、食べたい、今すぐ食べたいなっていう方は、こうやってM ドナルドさんのバーガーで再現することが多分できると思いますんで、多分ほぼほぼ同じ味だと思う。だってこれ以上さ、味の加えようがないから、そのマヨネーズとケチャップとポテトとパンと、みんながもう思ってる味ですよ。興味ある方は試してみてください。そうするとね、うまーいっていうことが分かると思いますんで、皆さんも食べたらうまーいっていうことをね、ご近所さんに怒られない時間帯にやってください。